皆さんこんにちは、こんばんは。本日も白銀の鳩がお送りする鳩ラジオやっていこうかなと思います。はい、第3回目ですね。動画投稿の時間がずれておりましたますが、普通に寝ておりました。はーい、撮るの忘れてました。というので、まあ早速お便り読んでいくんですが、まず一つ目のお便り、ゆめびってレアプリで率先して交換した方がいいですか？ハトさんみたいにサバ多くないから、おでこ集会は決まったメンバーになることが多くて、すぐに絆自由になっちゃうんです。というので、まあレアプリをゆめびに使っていいのかっていうお話かな。これに関しては、はい、その通りです。率先してゆめびを交換して俺はいいかなと思います。で、レアプリ交換ってまあ一応いろいろあると思います。マナプリ霊装とか概念霊装とか、それ以外で言うとマスター霊装とかいろいろあると思うんですが、その中で俺一番価値が高いの何かって言ってると、ゆめびなんですよ。で、ゆめびに関してなんで価値が高いかっていうと、ゆめび1個で石30個もらえるんですよ。これってね、相当破格でやばいんですよ。だって好きなサーバントを使えば使うほど石30個配布されるって考えると、普通にうまくねっていう感じになるので、俺個人としては正直レアプリで一番交換するべきものは何かって言われると、正直夢火かなと思います。で、夢火に関しては毎月1個回復する、でレアプリ3個で入手することができるということで、割とね、レアプリ3個使ったとしても石30個もらえるんだったら、正直交換する価値っていうのは高いかなと思います。で、伝承結晶が確か5個で1個入手することができるんですが、5個って重いじゃないですか。夢火って3個で1個なんですよ。結構コスパいいなぁと感じる場面が結構多くて、俺個人としてはやっぱり夢火をメインで交換しちゃって、レアプリで率先して交換しちゃっていいんじゃないかなぁと正直思います。で、これに関してね、やっぱ1ヶ月毎回交換すると360個石がね入手できるっていうのも普通に美味しいし、レアプリって結構配布されるようになりました。毎月ね、割と1個交換できるぐらいはね稼げると思う。まあ、もしくはガチャいっぱい引いているならば、ある程度レアプリもだんだんとね貯めることができるようになって、まあそれ以降夢火に貯蔵することができるみたいな感じになるので、まあ俺個人としてやっぱりレアプリで率先して夢火は交換しちゃっていいかなと個人的に思います。続いてのお便りなんですが、今ピックアップが来ているフェイカーが来ていますが、90プラプラで運用する場合、宝具はどれくらいを目安にして狙いに行けばいいですかとのことです。フェイカーですね。今回レディアバロンと、ヘファイスティオンがダブルピックされているんですが、まあプリテンダー間違えました。はい、ヘファイスティオンに関してなんですが、まず90プラプラで運用するならば宝具5です。はい、もうこれは変わんないです。で、なんでかっていうと、90プラプラって HP 80万から120万の敵を倒すっていうのが基本デフォルトという感じになっています。そうなった際に宝具1、2でぶっ飛ばせるかって言われると、正直ぶっ飛ばせないです。特攻のサーバント、特攻持ちサーバントだった場合、宝具2とかね、そこら辺でもぶっ飛ばすことができたりとかはするんですが、いかんせん特攻持ってないキャラクターだった場合、やっぱり宝具レベル5じゃないと厳しい場面っていうのがめちゃくちゃ多いので、まあ90プラプラで運用する場合は正直厳しいことを言うんですが、宝具レベル5を目指してもらえればいいかなと思います。そして90プラでの運用に関しては、個人的に宝具レベル2から3あれば十分かなという感じです。90プラで HP が高いキャラで言うと、だいたい30万いくかいかないか、30万前後だと思います。そうなると普通に特攻霊装とか黒聖杯とか運用してあげると、90プラだった場合、まあ軽く攻略することができるという感じになるので、まあ基本90プラに関しては宝具レベル2から3、90プラプラに関しては宝具レベル5目指してもらえればいいかなと思います。あ、ただ90プラプラでちょっと補足なんですが、111みたいな変則軸、10万、20万、100万みたいなところだった場合は、宝具レベル3とかでも運用することが可能になっているんで、まあそこはまあ自分の手持ちとの相談、もしくはまあクエストの運用素という感じになるんで、まあ祈ってくださいという感じかな。
まあ基本は90プラプラホーグレベル5を目指してもらえればいいかなと思います。頑張ってください。続いてのお便りなんですが、相談なんですが、 FGO をきっかけに CCC を知りアンデルセンとキアラさんが推しになりました。しかしキアラさんは敵だったということもあって友人に勧めてもあまりいい顔されません。何かいい伝え方とかあれば教えてください、ということで、まあキアラさんを推したいという感じかな。これに関してはね、正直いい伝え方っていうのは俺あんまないと思ってます。で、理由なんですが、キアラさんなんですよ。アラームが鳴りました。申し訳ございません。で、キアラさんに関してね、やっぱりね、好き嫌いがめっちゃ分かれるんですよ。アンデルセンは結構好きっていう人いっぱいいるんですが、キアラはね、個人的に二極化してる。嫌いっていう人と好きっていう人、もう両極端に分かれてることが結構多かったりするんで、なんかあまりいい顔されない友人とかにキアラさんをおすすめしたとしても、もうそこで凝り固まっているんで、ぶっちゃけ悪影響、まあ逆効果になることっていうのが多いんじゃないかなと思います。で、仮にですね、まあキアラが好きかわかんないから、まあうまいことね、俺キアラ推しなんだよみたいなことでね、いい伝え方をする場合に関してなんですが、キアラさんのいいところを説明するんじゃなくて、自分がなぜキアラ好きなのか、っていうのを説明するといいかなと思います。例えばキアラさんってさ、まあ結構ね、あのいろいろやらかすじゃないですか。やべえこともやってるじゃないですか。まあそこに対してキアラさんがこういうことをやらかしたんだけど、まあこういうこともあって事件は解決したからキアラさんはいい人なんだっていうよりも、いやマジキアラさん俺めちゃくちゃ好きでさ、こういうことがあったんだけど、ここのこういう要素があったがゆえに、なんかヴィランみたいな感じでちょっと惹かれちゃったんだよねみたいな、ちょっとかっこいいよねっていう、なんか自分キアラさんを好きっていうのを押し付けるみたいな、自分がなぜキアラさんを好きになったのかっていうのを伝えてみると、まあキアラさんが好きになるかどうかはわからないんですが、あ、この人はキアラさんが好きなんだ、へーみたいな感じでいい伝え方になるんじゃないかなと思います。まああとはアンデルセンをメインでキアラさんをちょこっと出すっていうのもありかな。アンデルセンめっちゃ好きなんだけどさ、いやアンデルセンの良さってキアラさんがいるから成り立つんだよねみたいな、でまあキアラもねちょっとやばいっちゃやばいんだけどね、アンデルセンがいるからねみたいなことで、なんか複合していく、もう包含していくことによってキアラさんの沼にゆっくりと落とし込んでいきましょう。続いてのお便りなんですが、お疲れ様です。質問なんですが、今年の FGO 周年キャラは誰が来そうですか？予想と願望をお聞かせください、ということで、予想か、まあ予想に関してなんですが、まあ俺個人としてはカマソッソ、そしてアベノ生命、まあここら辺が来るんじゃないかなって思っております。あとはシオンとかが来る可能性っていうのもあるかなって感じかな。で、これなんでかっていうと、 FGO の周年キャラクターって基本ストーリーに関わってきているキャラクターです。まあアルクウェイドだけちょっと別枠になるんですが、ダヴィンチ、ホームズ、スカリー、キャストリア、ヒカリコヤン、普通のライダーダヴィンチちゃん、あと何が来てた？トネリコとかか。まあそこら辺いろいろいたりするんですが、基本ストーリーに関わってきてるんですよ。アルクとトネリコがちょっと微妙枠になるかもしれないんですが、まあストーリーに関わってきているっていうのは結構あったりするので、まあそのこと考えるとカマソスとシオン、そしてアベノ生命、ここら辺に関しては来る可能性っていうのが十分にあるんじゃないかなと思います。で、それ以外の願望ですね。願望に関しては正直アベノ生命が来てほしいです。で、願望っていうので理由は特にないんですけど、なんかもうそろそろ来そうな気がするんだよなーっていう感じがする。アベノ生命くる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 って言われてさ、結局来なかったんですよ。で、今もうアベノ生命の予想っていうのが本当になくなってきてて、一種の村政状態になっております。村政状態って何って言われると、村政が下房で来て、いや実装される実装されるって言い続けて5章まで来なかったんですよ。5章終わりの正月かぐらいまで来なかったということで、あれ？みたいな感じになってたんだよね。で、もう来ないよみたいな、もうみんなネタに村政って言ってるんでしょ、はいはい分かってる、え、村政来ちゃったみたいなねことがあったんで、今安倍の生命がそうなってます。安倍の生命来ないんでしょ、はいはい知ってる知ってる
って思ってからの執念でドーンってきて、やばいかもみたいなことになってほしいって俺は思っているんで、まあ、今回に関して安倍の生命が来てくれるとめちゃくちゃ嬉しいなという感じです。で、安倍の生命に関してね、 Q のサポーターで来てほしいってめっちゃ思ってる。本当に思ってる。やっぱさ、 Q のサポーター少ないんですよ。周年とかで Q のサポーター出してくれって正直思うので、はい、自分の予想、安倍の生命、カマソッソ、そしてシオンとかがいるんですが、その中でも願望で特に強い安倍の生命が来てくれると嬉しいなという感じです。続いてのお便りなんですが、ハトさん、いつも楽しく動画投稿や生放送を見させてもらってます。ありがとうございます。ふと思い立ったんですが、もしも宝具のチャージが 200% 以上になった場合、 OC を上げるか上げないかを自分で選択できるようになったらどうなるでしょうか。例えば 210% だった場合、 100% だけ使って宝具を使い、残りの 110% は温存できるといった具合です。面白い反面、ポチ数が増えそうかなって思うんですが、ハトさんのご意見を伺ってみたいですとのことです。これに関してなんですが、面白い意見だなって個人的に思います。思うんですけど、 FGO でそれを実装してしまうと個人的にインフレが起こっちゃうかなという感じです。で、例えばの話するんですけど、キャストリアに、NP200% チャージしました。で、その後天草の霊装をつけた上で戦っていくってなった際に 100% 使って、この次のターンも対粛清防御が確実に打てるようになるんですよ。これってちょっとやばくないっていう。宝具のストックをすることができるっていうことは、宝具が強いキャラクターがさらに強くなるんですよ。特にキャストリアとか耐久で最強になってしまうし、あとはアーツのアタッカーとかシステムできるキャラクターですねに関しては、 OC、まあ、NP のリチャージが良ければ良いほど、まあ、宝具のストックがガンガンできて、実質宝具5連発打てますみたいなことにもなってしまうので、俺個人としてはこの要素が入ってきてしまうと FGO がインフレしちゃうんじゃないかなと正直思います。なので、まあ、もしね、こういう感じになるならば 10% とかは温存できるとかの方がいいかもしれない。例えばで言うと、宝具 100% 使って210% だった場合、 OC2 の 200% 使って 10% 残るとか、これだったら結構いろんな運用方法ができたりとかするんで、なんか温存っていうよりも、使い切るものは使い切っちゃって残りの端数は温存されるの方がゲーム性としては結構面白くなるんじゃないかなっていう感じかな。まあ、やっぱりね、宝具連発が簡単にできるようになってしまうと、このゲームガチでインフレするんで、あと単体宝具のキャラクターとかがめちゃくちゃ強くなってしまうっていうのがあるんで、まあ、この要素は多分 FGO では実装されないんじゃないかなと思います。まあ、あくまでね、こういうことが起こったら面白いみたいな感じだと思うんで、自分の意見はこんな感じと思ってもらって OK です。というので、今回ね、5つほどまたお便り読んだんですが、こんな感じとなっております。まあ、やっぱいろいろなね、意見があるということで本当に面白いですねっていうのと、まあ、質問に関して、概要欄とコメント欄の方に、マシュマロ置いておきますので、もし何か聞きたいなって思うことがある場合は、そこから送ってもらえるといいかなと思います。で、ここにね、書いてる内容に関してはツイッターの方で回答しておりますので、まあ、もしね、ちょっと気になるよっていう方に関してはツイッター覗いてみてもらえると幸いです。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回第4回のハトラジオで会えるならば会いましょう。それじゃあ、バイバイ。Thank you.